ムーンライト八重垣とは、ムーンライトシリーズの一つである。当列車は、かつて、西日本旅客鉄道が、京都駅、または、大阪駅出雲市駅間を、東海道本線、山陽本線、白尾線、山陰本線経由で運行していた、臨時夜行快速列車である。1八十九年十二月に、大阪駅、大古駅間を、福知山線、山陰本線、 大子ソ線経由で結んでいた臨時夜高級行列車大仙81号82号を快速列車に格下げし、ふるさとライナー3人として京都駅出雲市駅間で運転を開始したのがこの列車のルーツである。翌1990年7月にはムーンライト3人と名称が変更されたが、同年12月に再び、 ふるさとライナー山陰へと戻し、1996年7月からは、ムーンライト八重垣として運転されるようになった。2004年夏を最後に運転を休止している。JR 各社が夜行快速列車名に採用している、ムーンライトを監視、八重垣は島根県松江市にある、八重垣神社から取られている。お盆年末年始を中心に多客機のみ、運転されていた。 登場当初は、ムーンライト高知、ムーンライト産業と並結運転を行っていたが、後に単独で運転されるようになった。2000年夏までは、京都駅、出雲市駅間で運転されていたが、2001年夏、以降、JR 西日本のムーンライトシリーズで、唯一の大阪駅発着となった。大阪駅、の宮駅、神戸駅、明石駅、加古川駅、姫路駅、岡山駅、大生山駅。 根う駅、宝う大仙駅、米子駅、や杉駅、松江駅、玉造つくり、駅、新ん駅、出雲市駅、14、経座席車を基本とし、夏季には、シュプール号編成を使用した。ムーンライト、九州などと違い、普通車指定席に加えて、自由席が設定されていた。2001年冬までは、B 寝台も連結していたが、寝台車は、青春18切符のみでは、 利用不可の規定を知らず、別途乗車券や、所定の料金券を購入せずに利用しようとする乗客もおり、トラブルの元ととなるので連結は中止された。ありがとうございます。